Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. なるほど、お前もなくしたな。そしてなくしたものの痛みにうなされる。 私も逃げも隠れもできはしない。いいだろう、私の鬼を見せてやる。ついてこい、ビッグボス。 戦争にも持ち込むのは本意ではないはずだ。ナバホの老人に何を聞いた？それはサイファーが導き出した一つの会に過ぎない。私の意思とは違う。ラングレーの時から君を知っている。 私は昔から君の裏側にいた。1964年ソ連領内、フォックスの初仕事の時も君が失敗したら私が脱ぐことになっていた。だが君は仕事を立派に成し遂げた。それで君が持ち帰った情報はちょっとした金になった。あれで私たちの未来は決められてしまったようだ。
少佐は私にある考えを話した。ワシントンは金の使い方を知らない。だからあの金は帳簿を分けたい。少佐はそれを使ってアメリカの裏側に支えのような組織を作りたいと。サイファーだ。君も知る通りな。あれは彼にとって友人の弔い。え？幸福だった。世界へのとりわけアメリカに対して。少佐が求めたのは情報で言葉で無意識を統制するシステムだった。世界を一つにする。少佐はそれが友人の意志だと。だが少佐は彼女の望みなど分かってない。彼が歩くより、いや生まれるよりも前から彼の母語は英語だからだ。言葉をなくす痛みをまだ知らないのだ。まだな。少佐に彼女の意志は分からない。私とは違う。私は小さな村で生まれた。幼い頃外国の兵隊たちが私の村を奪った。大人から引き離され彼らの言葉を植え込まれた。戦争が変わるごとに支配者は変わり、その度に違う言葉を喋らされた。言葉とは奇妙だ。言葉が変わると私も変わった。性格、物の考え、善と悪。戦争にこの外見を変えられたよりも深く。言葉は人を殺す。私は言葉に支配され、言葉は私の中に寄生した。ある思想家は言った。人は国に住むのではなく国語に住む。国語こそが我々の祖国。私の祖国、私の真実は奪われたのだ。私に過去はなくなった。あるのは未来だけだった。幸福という未来、人の言葉に寄生する者たちへの幸福だ。その方法は調査に学んだ。そして私は分かった。彼こそが報復すべき相手だったのだ。彼が人々を支配するために選んだコードこそが言葉のコード、空間を行き交う情報のコード、時間に連なる遺伝子のコード。彼らを制御してサイファーは、ゼロは世界を一つにしようとしているのだ。コードは人々の頭に入り込み、内側から吸い尽くし、次のホストへ伝染する。世界に寄生しているのはそう、
ゼロの方なんだ。彼は人々をさらに蝕んでいく。私がこの世界に生まれた自由を殺し、私の歩んできた道を殺し、私の進むべき道を殺す。私たちはその時代に殺されたまま生かされる。そして世界はゼロになる。サイファーのコードが世界を支配しようとしている。支配できると。それらコードの元となる母語こそが英語なのだ。言葉は肉となった。私の最後の虫だ。英語を教えてやる。生態中の英語家だ。これで私は英語を殺す。私は世界に救う英語を駆除する。全ての民族は息吹を取り戻し、現在過去未来を勝ち取るだろう。これは民族浄化中などではない。民族を解き放つ民族解放中なのだ。世界はありのままでいい。英語という共通言語を失えば世界は分裂するだろう。そして世界は自由になる。だが人々は苦しむはずだ。現実に世界には新しい言葉が必要となる。それがメタルギアだ。拡散した核が国と国を隔たりなくイコールで結ぶ。平等になる。他には何も言葉はいらない。あらゆる勢力は互いを認め合うしかなくなる。人々は自らの痛みを飲み込んで失われた手を互いにつなぐのだ。世界は一つになる。そのための戦争は平和である。世界がサヘラントルクスを知るとき、終末時計の針はゼロを踏み越えて動き出すのだ。サヘラントルクスがその偉大なる第一歩をこの大地に踏み打つ。それは言葉を蹂躙された全ての民族の独立を知らせる鐘なのだ。
ここだ。 私たちだけじゃない。ここにももう一人鬼がいる。お前への報復心だけがあの男を動かす。時代は常に人の報復心で動かされているのだ。お前が私に生かされているようにな。あの男もお前のために生きている。 Thank you.